ローザイサコブナ・オトンバエワは、キルギスの政治家、外交官、同国大統領を務めた、ジョゴルク・ケネシ大議員、統合国民運動政治局員、ソビエト連邦時代、独立後を通じて、外省、各国大使を務めた。報道では、オツンバエワ、オトンバエワとも表記される。2005年3月から9月、外省代行、同年9月27日、 フェリックス・クロフ政権の外相に推薦されたが、ジョゴルク・ケネ氏により拒否された。10月12日から、憲法評議会議員。2006年1月から、アサバ党共同議長。2008年1月、キルギス社会民主党から、ジョゴルク・ケネ氏大議員に当選。2008年12月24日、統合国民運動政治局員。2010年4月、 野党勢力による反政府デモが発生し、クルマンベクバキエフ政権が崩壊、オトゥンバエバは自らを代表とする暫定政府の発足を宣言した。同年5月19日、暫定キルギス共和国大統領に就任。7月14日、暫定政府に代わる技術政府を発足。2011年12月1日をもって大統領を退任。退任後は、 自身の名を冠した国際公共財団を2012年1月に設立し、同財団を中心に活動している。既婚一難一女を有する。哲学科学准博士、助教授。キルギス語、ロシア語、英語、ドイツ語、フランス語を話す。2011年、米国国務省から国際女性有機賞を2012年12月13日付で、ユーラシア財団から、 2012年ビルメインズ賞を授与されている。ありがとうございます。